いや、二人いてこそだよね。この二人をね、並べた時に本当にいい感じになってます。戦うところを見るのは本当に胸が張り裂けそうでした。ディセプティコン、アタック!この中で言ったら割と小ぶりな方ではあるけども、今回のメガトロン、存在感はしっかりとありますね。ウォーターファの秘密基地、ウォーターファの秘密基地。トランスフォーマー、動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。劇場版トランスフォーマースタジオシリーズデラックスクラスメガトロンだ。全国のガンゲロー集結せよ。早速行きましょう。この動画を見てるあなたはトランスフォーマー1もうすでに見ましたか？すでに見た方も、まだ見てない方もね、ぜひ一緒に楽しみましょう。これは海外版になります。日本では2月か、来年の2月に発売予定の商品となります。改めてこのトランスフォーマー1に登場するメガトロンの立体物っていうのは、簡易的なものはいくつかあるんだけど、割と本格的なこのフィギュアタイプというか、しっかりしたアイテムとしては今回が初となりますね。ロボットモードからビークルモードにトランスフォーム。事前に触ったけど結構いい感じでしたね。開けましょう。開けろ。じゃん。中はロボットモードで入っています。さあ、今回はまずはね、本体、ロボットモードからじっくり見ていきましょう。大きさはデラックスクラス。そこまで大きくはないものの、先に発売されたオプティマスプライムといい感じのサイズ感ですね。付属品が結構あります。これらを、まず本体に取り付けましょうか。これはバックパックのパーツになります。この受けに、このように取り付ける。基本的にこれは付けっぱですね。外さない。で、このパーツ。これは腕横の、ここに取り付けることもできます。武器にもなりますね。で、基本的にはここの、バックパックにこのように取り付けます。で、バックパックはここにジョイントがあって、ロック、固定します。それから、このような、細長いガンがあります。で、これも手で持たせることができますね。なんだけど、定位置はここですね。後ろに取り付けます。バックパックが結構豪華になりました。そして、このキャノンですね。結構大きい。これが腕横に行きます。もちろん、手に持たせることもできますね。基本的にはこうですね。おお、フル装備。このようになります。劇場版を見た人にとってはね、これ絶対立体物として欲しくなると思うんだよね。ご存知のない方のために一応簡単に説明すると。ちょっともう一緒に並びつつ行こうか。じゃん、オプティマスプライム。同じスタジオシリーズのものになります。このトランスフォーマー1というのは、オプティマスプライムが、オプティマスプライム以前の物語なんですね。同様に、メガトロンがメガトロンの前の物語となります。二人は、親友だったんですね。オプティマスプライムはオライオンパックス。そしてメガトロンは D16 というコードネームでした。この二人の青年が、いろいろあって、もともとはね、炭鉱夫、炭鉱で働く少年、青年たちでした。トランスフォーマーは、変形するのに欠かせないコグというのを持っているんだけども、彼らは持ってなくて。持ってない人たちは、その労働ロボットとしてね、働いてたんだけど、いろんなことがあって、コグを手に入れて、変形能力を身につけて、オプティマスプライムはリーダーの証を手に入れ、マトリックスを手に入れて、オプティマスプライムになり、この D16 は、メガトロンと自らを名乗り、悪の軍団を結成するというね、壮大な物語ですね。なぜこの二人が敵対することになっちゃったのかという物語ですね。わあ。中村雄一さんが声を当てるオプティマスプライムに、木村昴さんが声を当てたメガトロンですね。木村トロンとも呼ばれています。呼ばれてないです。比較はこんな感じでいい感じの大きさですね。頭部、造形いいですね。D16 の時は、青年という感じだったんだけども、劇中でメガトロンともう名乗っていた時はヴィラン顔だったんだよね。どこかちょっとこう、悪そうな顔をしてます。胸部。よーく見るとディセプティコンマークはないですね。設定に準じたものとなっています。ちょっとそのマークにまつわるエピソードっていうのはね、話に出てくるからちょっと伏せます。ところどころアクセントで、レッドとかブラックなど塗装があります。造形細かいですね。足回り。足は結構長い。パッと見これで変形するのかっていうぐらいすごくスレンダーで、まとまりが
あります。肉抜き穴っぽいものも特になく密度感がとても高いです。可動頭部はボールジョイントです。しっかり回ります。上下可動、少し上に向けることができますね。腕の付け根はボール、よく動きます。肘、二重関節になっていてここでロール。手首も回ります。デラックスクラスなんだけどちゃんと回るところはいいですね。それからちょっとこれどかします。腰、ここも回ります。それから足、ボールジョイントが結構多いですね。このように動きます。少しここの部分でいじるとき干渉しますね。干渉するけど、まあ、避けながら動かすという感じです。ロールがあり、足首、内側に可動、前後で膝はロックがかかっています。ロックを外すと大きく曲がります。まっすぐにするとロックがかかるという感じですね。各部を動かしてアクション。このようにね、オプティマスプライムもし持ってたらこんな風に一緒に分動としてもいいですね、うん、この二人がね戦うところを見るのは本当に胸が張り裂けそうでした。このメガトロンは装飾も少なく干渉するところがあんまりないのでいじりやすいですね。スムーズな稼働、大きいポーズを取らせることができます。大きさ比較しましょうか。あえてオプティマスプライムも一緒に並べています。そうだね、ロボット魂よりちょっと大きいぐらいですね。ちょっと大きめのデラックスクラスといった感じですね。まあ例年のオプティマスとかメガトロンから比べると、まあ一回り小さいサイズ。さあ今回の劇場版は8作品目ということで、今までのメガトロンちょっと並べてみようか。第1作品目2007年メガトロン、第2作品目トランスフォーマーリベンジ、第3作品目ダークサイドムーン。作品によってはメガトロン出たり出なかったりしていました。第4作品目はガルバトロン、一応映画の中のヴィランというか、まあ、敵側もちょっと並べようかな。第5作品目最後の騎士王、ここでもう一回メガトロン登場。これだけスタジオシリーズではなく現行品、当時発売されたものになります。第6作品目バンブルビーにはメガトロンは登場しなかったんだけど、コンセプトアートだけが残っていて、まあ、それを元に立体化したものになります。個人的にこれ結構好き。第7作品目、これ前作ですね、ビースト覚醒に登場した第三勢力テラーコンのリーダースカーチ。じゃん、違うんだよ母ちゃん。まあ歴代のメガトロンを中心とするヴィランの中でも、まあ、今回のメガトロンは一番小さいですね。ロボットモードはこんな感じ。さあ長かったですね、変形させましょう。メガトロントランスフォー。今回のメガトロンオタファテクニカルレベル、そうだね、ズバリ3、ごくごく平均的です。改めてこの動画を見ているあなたはトランスフォーマー変形させたことありますか？中にはね、これが初めてだよっていう人もいるかもしれないです。なのでね、まあいつもそんな気持ちでやってるんで、まあいつも通り変形させましょう。なかなか面白い変形ですね。このパーツを外してください。第1手目は頭を回す。しっかり頭をつまんで反対側に向けてください。そしたらジョイントを外し、バックパックを上に向ける。行き切るところまでで OK。さあそしたらなるべくね、こう体をまっすぐにしてあげてください。そしたら今度は腕ですね、肩の根元を持ってぐるっと上まで上げてください。そしたら拳、これ回ります。こっちに向ける。これゲーコマなのはタンクのクローラーがつながる。そしたらこの根元から回転180度回す。根元で折りたたんで、ロックがあります。ロックジョイントをよく見ながら折りたたんでください。ぴったりこういうブロックになります。反対側も同様です。ゆっくり行ってください。あ、これ忘れてたな。たまに手順を飛ばす時があるけど安心してください。ある程度どういう風に変形させても大丈夫なところがあります。こうですね。そうするとこのようになります。さあ今度は足いきましょう。
足もねなかなか面白いですね。まず足を開く、ちょっと干渉しやすいんで、こう左右にカクカクしながらしっかり起こす。反対側も同様。ここに可動軸があります。最初硬いんでパキッと折るような感じでこうやって曲げてください。反対側も同様。さあそしたら、ここをつまんで固定してぐるっと回す。反対側も同様。さあそしたらこのカバーを起こす。小さくロックがかかっています。そしたら足首をまっすぐにする。ロックがかかります。そしたらこの中のパーツを起こす。そして中央部分で回転、そしてこれを倒すとロック。ここまで一気にやってみましょうか。なかなか面白いですね。さあそしたらここまで来たら今度は胸部ですね。この前のところが別のパーツになっているので、こうやって前に出すように引っ張ってあげると取れる。これは軸で接続されています。このカバーを掴んで下まで下ろしてください。でこれが足の付け根、これとロックできるようになっています。下ろしきって押し込むとパチッとここで固定されます。反対からちょっと見てみようか。こういう感じですね。ここでロックされます。といった感じでね、必ず着地点があるので安心してやってください。ここまではどうでしょうか。さあそしたらここに分割線があります。別のパーツということです。これをつまんでパキッと折って、この角度のままぐるーっとこっちまで持ってきちゃいましょう。行き切ると頭もこの中にすっぽり入ります。さあそしたら、今度はこれですね。このさっき接続したジョイントのところが回ります。こういう感じでぐるーっと回してここまで持ってきてください。さあそしたらこれ、このカバーをロックさせます。3箇所ジョイントがあるんで、それを覚えていきましょう。1個、2個、そしてここ。順番的には今の逆の手順で、これがね、可動軸で後ろにスライドしていきます。先に一番手前、形を作るようにこうやって押し込んであげて、親指で押してあげると、親指というか、こうか。ゆっくりやってください。ここでパチンって止まって、で、ここ。一つ止めてあげるとある程度固定されます。これをこっち側に入れてあげて。で、最後にこれが凹凸で噛み合うと。押し込んであげる。どうでしょう？ぴったり綺麗になりました。反対側も同様。慣れるとスムーズにサクッといけるようになります。ん？ちょっと待って。あ、はい、はまった。各部がね、ぴったり合います。ここ。そして、ここ。さあ、ラストスパートです。ここまで長かったですね。もうちょっとです。さっき、冒頭で外したこのパーツを使います。これ、ああ、パーツの紛失に注意。これをね、外します。で、これが、ここに、四角いブロックがのジョイントがあります。ここにもジョイントがあって凹凸が噛み合うようになっています。この中に入れてやる。こう。そしてこれが先端に来るわけですね。これよーく見るとね、ここが切れかけがあるので、こういう風に入れてあげるとちょうど見えるかな、位置が固定されます。
最後にこの根元の部分を下ろしてやれば変形完了、メガトロンビークルモード。おお、見事に変形しました。いいですね、このペシャンコにしたようなちょっと潰したようなタンクですね。ここのデザインのラインが繋がるところがすごい綺麗なんだよね。ここに結構ボリュームがあって、パッと見これがロボットに変形するとは思えない。両形態の変形パターンが素晴らしいですね。横裏側から見るとこのようになっています。で、タンクなんでね、ここの部分がウィーン上に持ち上がったりとか、左右にこのように稼働します。こういうのいいですね。ここのアレンジ面白いなと思いました。ぴったりとくっつきます。あとは説明書に書いてあったのは、この外付けのパーツを外してやる。で、これがね、ここにくっつきます。こういう風に取り付けてあげるのもありです。そうするとこういう風になります。劇中のイメージだとなんか長いキャノンが一本ズドンってある感じなんで、これも結構いいかな。まあ好きなようにアレンジして OK かなと思います。さあ、比較しましょう。オプティマスプライム。おお、変形の洗練さで言ったらメガトロンの方があるかなと。こっちの方が変形パターンが面白い感じだよね。こっち結構シンプルだけど。ビークルモードの再現度は両方悪くないなと思いますね。うん。ボリューム的にも同じ感じ。でね、こっちは残念ながらコロはないので、ノーコロ走行ですね。コロ走行できない。おー、すげえなー。当たり前な話、トランスフォーマーが変形するっていうのはね、うん、当たり前なんだけど、この作品見てると、変形できることにね、すごく、わー、すごいなってなるんだよね。歴代のやつももう一回並べてみましょうか、ビークルモードで。第1作品目、メガトロン。これは、エイリアンジェットですね。第2作品目、トランスフォーマーリベンジ。お、これはタンクですね。こっちはボイジャークラスといい、一回り大きなクラスなんで、こっちの方がボリュームがあります。第3作品目、ダークサイドムーンはリーダークラスというさらにでかいクラスなんで、大きさが全然違います。これはトラックですね。第4作品目、ロストエイジ、ガルバトロン。第5作品目、最後の騎士王の時はジェット機でしたね。これだけスタジオシリーズじゃないものの、これめっちゃよくできてんだ。さあ、まだまだ行きましょう。劇場版、第6作品目か。バンブルビー。ロボットモードで大きさ全然違うんだけど、これはね、かなり密度感が高いですね。ギューッとコンパクトにした感じ。さらにこれはジェット機に変形するトリプルチェンジャー。まだまだ行こうか。最後は前作のスカーチ。ビースト覚醒のやつになります。これはトラックですね。ディセプティコンアタック。おー、全部並べるとこのようになります。いや、豊かだね。バラエティ豊かです。この中で言ったら割と小ぶりな方ではあるけども、今回のメガトロン、存在感はしっかりとありますね。ビークルモードはこんな感じ。最後は戻し変形、トランスフォーム。戻し変形はテンポアップしていきましょうか。で、ごめん、さっき言うの忘れたんだけど、一つね、指摘するとすると、顔が上を向いちゃってるのがちょっと気になるっちゃ気になるんだよね。うん。まあ、ここをあまり上げなければいいか。まあ、ちょっと気になるなと思いました。さあ、行こう。ちょっと説明少なく、テンポアップしていきます。これね、外して。で、こっち側はもうつけちゃってください。そしたらこれ。逆の手順ですね。ここを外して、こう外してから最後にこうやって起こしてあげるとスムーズにいきます。反対側も同様。いや、余談なんだけどさ、おかげさまでオタファは17年なんだよね、今年でね。玩具レビューだけでも12年やってきてるから、もう本当にこの動画を見てるあなたのおかげですね。変わらずに、うん、変わらずにずっとやれてることが本当に感謝ですね。ありがたいです。まあ、これからもよろしくお願いします。さあ、どんどん行きましょう。これ覚えてるでしょうか。ここは軽くロックがかかります。反対側も同様。
先にこれを起こす。回して、で元に戻す。もう特に難しい説明いらないですね。だいぶ頭に入ってきましたね。安定感も同様。戻し変形の時に声が小さくなるんだよな。声が小さい、うん。下半身はこれで変形完了です。さあ、上半身。腕ですね。ブロックを伸ばして、腕は180度回し、拳、これこっちに向ける。で、下に下ろす。反対側も同様。うん、割とこの変形パターン楽しいよね。ちょっとパタパタ変形に近いかな。これ下に下ろして。で、ロック。そして最後に頭部を反転し、さっき外したキャノンを腕の横に取り付ければ、これで変形完了。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のスタジオシリーズトランスフォーマー1からメガトロンのレビューいかがだったでしょうか。一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。いや、よくできてるよね。やっぱトランスフォーマー1といえばさ、ごめん、話足りなかった。やっぱ二人いてこそだよね。うん。この二人をね、並べた時に本当にいい感じになってます。余談なんだけど、バンブルビー、エリータ1、センチネルプライムは、海外ではもう発表があったのか。だから今後発売予定だと思うんだよね。この辺をずらっと、こう世界観を統一して並べたい方にね、おすすめします。日本での発売は、2月か。来年の2月ということで、気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったなという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。ガングヤロー仕掛けせよ、ミッションを繰り出せよ、変形が与え憧れてた夢のトランスフォーマー、 What the fuck の君チキンキー。